さあ号砲鳴って今日の最終レース9レースがスタートします。序盤の石取り、1番関根、5番の日野、そして6番の矢野口と動いています。初手の石取りどうでしょうか。1番の関根がまずは1番前からの競争ということになりそうです。外枠の6番の矢野口、中段に入ってきました5番の日野博之、両者連携で初手は中段ということになりそうです。3番の佐々木翔一は現在は6番手、九州勢は初手後方と決まって1周回目の2センターのカーブに入っています。ラインは3つ、1番の関根健太郎が正後方です。ライト S 級復帰が決まっています。1番の関根、今季は着の1回車取っていますので安定感抜群の成績があります。さらに積極性の高いレースも変わらず、マークは今季1期だけの A 級戦、4番の望月しっかりと差し足も発揮しています。3番では関東勢分かれて2番の矢島和勢が続いています。5番の日野博之は中段で4番手のスタートです。人気を背負った前回の地元戦、粘れず動けずでちょっとこう厳しい内容結果だったんですが、今回の調子はどうでしょうか。関東勢6番宿内純平がマーク入っています。あとは3番の佐々木翔一、さらに後方6番手でマーク7番の高木和人、九州2人が後方待機でレースは残り2周回若葉のホームに入っていきます。先頭1番関根健太郎、後ろ攻めから3番佐々木翔一、1番関根を切ってまずは前に出ました。5番の広井博之がさらに叩いてくるか、一旦中段に収まって1番の関根を牽制しつつ3番手、1番の関根はざっと下げて5番手、さあ邪魔に2コーナーから踏んでいきました。合わせて踏み上げる5番車広井博之、さあ広が3番佐々木翔一を叩き返してこのまま先行するかどうか。3番佐々木は中段3番手、1番の関根健太郎は5番手ですがどうでしょうか。さあ今日はまくりになりそうです。レーサー最終周回初日は2車で先行です。5番車の日野博之、昨日の先行、6番の矢野口純平2番手、3番佐々木翔一は中段取って3番手、2コーナーからバックに入ります。さあ先頭5番車日野博之、中段から3番の佐々木翔一のまくり、2番手から前段を伺っていますがちょっと厳しいか。1番の関根健太の後方からまくり上げますが、さあ行けるかどうか。4コーナーから直線、先頭5番車日野博之、日野踏ん張っている。さあ後方落車しましたが、昨日か6番の矢野口か、両者の1着争い。9レース A 級初日の特選、直線で落車がありました。転倒したのは4番の望月雄一郎選手、どうでしょうか、再乗できるかどうか。正式な決定が出ますまではしばらくお待ちをいただきたいと思います。9レース A 級の初日の特選、最終選考5番日野博之、第2車で強気の選考でした。3番佐々木、1番の関根、両自力を封じる逃げを打ちました。乗ったロゴの宿口純平が絶好の形から寸前でかわしたかどうかという体勢になっています。一応の通過順は6番5番、そして7番かというところなんですが、このレースは落車転倒のアクシデントもありました。正式な決定が出ますまではしばらくお待ちをいただきたいと思います。9レース A 級初日の特選お伝えしました。佐世保競輪第9レースの審議 VTR を放映します。最終回第4コーナー付近における落車について4番および6番選手を審議しましたが、6番選手の軽微な外側への動きと4番選手の過失とは認められない走行によるもので共に失格とはなりません。